はい、ということでどうもこんにちは、高木です。ということでですね、2024年のですね1月11日音声レポートの方をやっていきたいと思います、えー。今日のテーマはですね、まあ市場分析としてはですね、まあバブルが到来すると、まあ一方で、えー、その水面下のですね実態の方、日本国内のですね実情の方ではですね、今起こっている日本の問題がそのまま直接ですね世界の問題へと発展して。 まあ、世界の課題でもあってこの解決の道を示すことが世界の待望するですね真の持続社会と日本中心の社会につながっていくっていうねまあ道徳的精神社会のですねフラクタル構造ですかね、まあ、その波及が広がっていくっていうね話を展開していきたいと思います。まあねたびたびこの大地震とかっていうのはねスピリチュアル界隈とか先生術界隈とか、まあ、各方面でですね あの大転換の合図だというふうにね言われたりしてますけれどもまあその転換とかですね例えばその次元上昇とかねまあ言い方ってたくさんありますけれどもまあそういうことを言っても具体的にですねじゃあ何をどうするのかっていうその内容の方ですねの方をちゃんと的確にですね示して具現化していかないとですねまあ単なる何なていうんですかうぬぼれというかまあそういうことになっていっちゃいますんで日本はですね そのうぬぼれで終わってるわけにはいかないわけですよ。ひな形の方にねなっていかないといけないわけですね。だから。まあ、悪く言えばですね。この実験国っていうふうに言われてますけれども、よく言えばですね。背中を見せるということですね。で、現在はですね。まあ、この日本人、ちょっと心がね。あのすさんできちゃってるんで、悪い方ばかりにですね。言葉が流れていってます。だから実験国だっていうふうにね。言ったりする表現したりするんですけれども。 まあ、いいようにですねやっぱり変えていかなければいけないというこういう試練もねありますからこういう葛藤もありますからねだから単に、えー、悲観していてもですねだめなんですよ。まあ世界のね、えー、中で、まあ、突出してですね冷静に対応すると、まあ、この世界一冷静に実態の方を見てですねその感情論とか幻想とかね、まあ、そういったことで終わらせることなくですね何をどうすべきかと。 いうようなことを見いだしていくっていうこの必要性があるんで今日はですねそのことがねまあ、日本ですでにこう始まってるんですよと競輪の上から始まってるっていうことについてね早速やっていきたいと思います